こんにちは、ミロクです。今回はですね、本日情報解禁となった大事なお知らせがあるので皆さんにお伝えします。来る3月10日木曜日、ちょうど来週ですね、夜8時から、TBS 笑える泣ける動物スクープ100連発という番組に、ココさん出演が決まりました。はい、何秒使ってもらえるかはわからないんですけど、100連発中の一発になれるということなのでね、ほんの 2,3 秒かもしれないんですけど、ぜひ、どこにココちゃん出てるかなって、皆さん探してみてください。はい、ということでこの、テレビ出演に関してちょっと裏話がありましてですね、実はね、放送日を聞いた時に3月10日って私誕生日なんですよね。で、なのでなんかちょっとご縁があるのかなと思って、ちょっとお話聞いてたら採用になったっていう感じです。ね、ココちゃんテレビ出演っていう素敵な誕生日プレゼントをもらってしまい、もう本当に TBS さんありがとうございます。で、さらにお知らせなんですけれども、もしかしたらこの動物スクープをリアルタイムで視聴しながらライブ配信をするかもしれません。はい、YouTube の生配信ってちょっと設定とかが難しくて、私めっちゃアナログ人間やからね、ちょっとパソコンとか苦手で設定がもしできへんかったらライブはできないんでごめんなさいなんですけど、ギリギリまで設定頑張ろうかなと思ってますので、当日はね、ライブの生配信をやっているかどうか、テレビは動物スクープをつけながら、スマホでは YouTube もちょっと覗いてみてください。もしね、私が設定ちゃんとできてライブ配信ができてたら、一緒にね、動物スクープ、リアタイ視聴しましょう。はい、ということで、ライブ配信ね、動物スクープが20時から始まるんで、多分その5分10分前ぐらいから始めようかなと思ってます。ちょっと前後するかもしれないんですけど、ちょっと緩い感じでねやっていけたらなと思ってます。では、大事なお知らせまとめに入ります。TBS 笑える泣ける動物スクープ100連発、3月10日20時放送ですね。こちらに、ココさん出演しますと同時に、おそらくですけれども、動物スクープを見ながらライブ配信をしようかなと、皆さんと一緒に、動物スクープ楽しめたらなと思っています。ぜひ皆さんね、動物スクープ来週一緒に見てください。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ